何の用だ。俺はマグス、ロスタン・マグス。深刻な問題を抱えてる。深刻な問題ってのは？ここには仕事で来た。不幸なことに川を渡っている時に橋の終わりあたりで襲われたんだ。持ってた酒瓶でそいつの頭に一発お見舞いしてやったが、結局盗まれちまってな。さっさと用件を話せ。簡潔にな。泥棒は俺の書類を持って逃げた。極めて重要なものだ。それを取り返してもらいたい。金がかかるぞ。ただ働きはしない。承知の上だ。歴史が始まって以来無給で何かをしたウィッチャーはいない。ブーツのかかとにいくらか入ってる。書類を取り返したらそれをやる。わかった。何とかしよう。ドワーフの密造酒、独特な匂いだ。瓶があるな。マグスはここで襲われたか。書類を渡せ、コソドロ。俺がコソドロ？カード勝負で正当に手に入れたんだ。マグスの見解は違う。強奪されたと主張してる。あいつは負けて書類の返却を要求してきた。俺が断ったら瓶で俺の頭を殴りつけやがった。死ぬかと思って。一度はカードでかけたんだ。もう一度どうだ。今お前はついてる。勝つ可能性は十分あるさ。確かにな、やろう。
買ったぞ。言われなくてもわかる。持っていけ。俺が誠実じゃないとは誰にも言わせん。神に誓って俺は嘘を言ったりしないさ。招集だ。それで書類を盗んだやつを見つけたぞ。捕らえに行こう。押さえてくれればその間に取り返す。落ち着け。そいつはお前を襲っちゃいないと言っていた。カードでお前が負けたと。ふてぶてしいやつめ。だがロザリーおばさんがよく言ってた、嘘つきは泥棒の始まりってな。書類は雇用主である俺のもの。ベンガーバーグにある住宅の権利書だ。そして確かに俺は酒を飲んでてちょっと羽を外してカード勝負でそれを失ったんだ。そして勝者の頭を瓶で殴ったと。仕方ないだろう。奴は返そうとしなかったんだ。奴が武器を持ち出したから俺は逃げた。だがあの書類がなくてはもう二度と家には帰れない。ほら金を払え。もちろん有金全部やるよ。本当に助かったぜ。